はい、引き続き今度は5スターのベースボールです。あ、5スターのベースボールじゃん、BGB967、 あ、5スターのベースボールですね。はい、今8時55分になったところです。今回のグループブレイクは8箱ありますけど、サインがもう1ボックスの中に1パックしか入ってなくて、2枚しか入ってないです。で、2枚ともサインカードで、パックのツルツルな方ですね、表にして、サイン、まあサインの表向いてる方と後ろね、ありますけど、前か後ろかっていう、はい、勝負でございます。まあ後ろの方が熱いような気がします。熱いってね、ホットって方ですね。はい、で、お客様のハンドルネームを抽選して、右側のこちらね、当てはめます。で、それから開封になります。はい、じゃあ同じくサイコロ2つ振って足した合計ランダマイズで1と1の2は振り直しです。じゃあ行きます。はい、はい、2と1で3回抽選です。はい、じゃあ行きます。3回抽選です。1、2で次が3回目もう決まります。まあドラフト形式じゃないんでね。はい、よいしょ。はい、BGB の967、5スターのベースボール。はい、ボックス1の、前のサインが MK16、あ、前と後ろ両方 MK さんですね。はい。で、ボックス2の前と後ろが TSK さんとノボックさんとなります。これをこう前後前後と8箱続けていきます。はい、じゃあこちら。ね。ローダーを持ってきた方がいいんだ。少々お待ちください。これやるときはね、用意しておいた方が後では楽。はい、じゃあ開けていきますね。よいしょ。まあ、後ろになったお客様はちょっとドキドキタイムですね。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。マジか。はい。ね、番号を振りました。そっか。で、開封は、番号順に行います。なので、まず一番初めは、MK さんの箱になってしまいました。ボックス1です。前後とも MK さんですね。はい、いいですよ。はい。はい、じゃあ MK さん、ね、専用箱になってしまいましたが、お、いきなりこれ色ついてんの？ん？あ、ちゃうか。メリフィールド。ん？お、10シリ。いきなりメリフィードの10シリでございます。で、この下がレデでございます。あ、これは MK さん、ラッキー。はい、いきます。せーの、ほい。外！おー、外です。外レデが来ました。メリフィールドの10シリと、外が、はい、入っておりました。はい、MK さん、ナイス。ナイス、ワン、ツー。はい、よかったですね。よかったよかった。前も後ろも OK です、これね。よいしょ。ね、これ一緒です。はい。ね。
1と2、MK さんの2枚ともでしたけど OK でした。結果はオーライで。あ、はい。で、ボックス数ですね。ボックス数は前が TSK さん、後ろがノボックさんです。こうですね。はい。じゃあまず前。前の TSK さんが、バンダですね。で、後ろ、せーの、ほい。FF ですね。パープル FF15 の25。金オートがノボックさん。まあ今年ね、ようやくプライスも上がってくる。まあ、オールスターの時のね、ホームランダービー見てね、見た方はわかると思いますけど、すごいですね、広角打法が、FF は。やばいぐらい。よいしょ。はい。3と4でした。よいしょ。はい、で、次。3番です、これ、3番です。切っちゃってます。あ、はい。はい、3番の前が JJ さんで、後ろがコンさんですね。こうだ。はい、まず前、JJ さんが、マックスフリードですね。で、後ろ、せーの、ほい。スプリンガーだ。16の50です。2年連続の、はい、ワールドシリーズはあれでしたね。よいしょ。いや、ちょっと行って、見たかった記憶もありますね。うん、思います。勝負強さはすごかったですけどね。よいしょ。5で、6。はい。で、次が4箱目ですので、前が TOH さん、後ろがタックさん。4つ目。うん。TOH さんがシスコ。で、後ろがせーの、ほい。ジョニー・デーモンですね。ファイブスターオートグラフかな、これ。ファイブスターシグネーチャーか。レッドソックスのジョニー・デーモンですね。20の35。はい。これがタックさん。はい。で、5箱目。5箱目は、前が H38 さん、後ろがノボックさんです。で、この後に、サッカーのイモータルですね、966を行いますんで、少々お待ちください。はい、こうですね。5だよね。はい。H38 さんがマット・オルソン。で、その下、せーの、はい。ダリル・ストロベリー、レジェンドですね。メッツのレジェンド。1の25ですね。1番です。うん。メッツユニなんですね。ストロベリー。まあ、ニューヨークだったら、どっちでもいいのかな。ファンの方はね。よいしょ。で、マット・オルさん。よいしょ。9の10。はい。で、次。6番目。はい。6番目のこの箱も、コンさんですね。
前後ともコンさんとなります。よいしょ。はい、まずオースティン・ヘイズで、この下もコンさん、せーの、ほい、ウィル・クラークですね。レジェンドです。キャリアイヤーってやつですね。はい、よいしょ。あれ全部開けちゃったの。おお、残しちゃったの。よいしょ。はいですね。で次7箱目が、前が NSR さんで後ろがマロさんですね。で5スターももう次の受注になっております。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまず NSR さんがメヒアですね。でこの下、せーの、ほい、お、ジャスティン・アップトンのグリーンですね。シルバーインクで 9-15。 はい、前がメヒアで後ろがジャスティン・アップトン。13-14か。よいしょ。で、はい、8の前がタカシさんで後ろがヨウヘイさん。はい、前がバーデューゴで、高橋さん、後ろが、せーの、ほい、お、リッキー・ヘンダーソンのジャンボパッチオートです。マリナーズ、マリナーズですね。18-25 です。これがヨヘイさん。シアトルのいいですかね、これね。うん、リッキー・ヘンダーソンです。はい、まあ、それとルーキーだと外でしょうか。よいしょ。はい、おめでとうございます。よいしょ。よいしょ。マリナーズなんですね。パッチがシアトルのパッチだからなんですかね、やっぱね。珍しい、シアトルのリッキー・ヘンダーソン。はい、で外もなかなか出ないですからね。一応全部こちら入れてあります。はいね、こんな感じで外がいきなり出ちゃいましたからね。ファイブスターオートグラフね。あと金オート、あとはこのインサート系のオートが2枚、まあ両方レジェンドでしたけどね、出まして、シルバーも金と銀が出たのか。でパッチオートという感じですね。よいしょ。まあワンスポットサイン1枚から、ご参加できますんで、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、でこちらはもう明日から発送可能です。でもし次の5スターにご注文される場合は、本日明日店長が出社する、はい、まあ、いわゆる11時までに、次の回に募集をしていただいて、その時に967と同梱包と書いていただければ投稿法できますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、特に要望がなければもう明日からどんどん発送いたします。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。